皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィレ2020やっていきたいと思います。今回はクラブセレクションがね、月曜日に登場したんですけど、そちらのねレビューの紹介と、能力と総合値の比較の方をやっていきたいと思います。はい、残念ながらね、今回はブラジルの2クラブが来たんですけど、今回はまずコリンチャンスの方をね、比較の方をやっていきたいと思うんですが、そうですね、正直あまり引いてる人、ツイッターとかでも見かけないですしね、どうなんでしょうかという感じはしますが、一応ね、紹介だけして、まだ引いてない方もいるかもしれないので、こちらを見てね、引く引かないを判断していただいてもいいんじゃないかなと思っています。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで、早速やっていきましょう。まずゴールキーパーカッシオですね。能力はこんな感じです。総合値が87から92ということで、FP になると90超えますね。5上がってると。能力の方は、フィールドプレイヤーの能力は、3から4上がってて、キック力、フィジカル、ここら辺が90を超えます。はい、それからゴールキーパーの能力ですけど、こちらは一番上がってるのがゴールキーパーセンスが6上がって99ということでカンストしますね。あとキャッチングが4上がって91、クリアリング4上がって90、コラプシング2上がって99、ディフレクティング4上がっての97という感じで、カンストするのは、2つということになります。ちょっと微妙ですかね。キャッチング、クリアリング、ここら辺90超えたんですけどね、正直微妙ですよね。逆足が2、後半が6となっています。こちらの選手は攻撃的ゴールキーパーということで、身長195ということでね、なかなか高いんですけど、スキルの方は、低弾道パントと、あと PK ストッパーとかを持っております。高弾道が欲しい方は、スキルトレーナーでつけるといいと思います。はい、続いてが、バギーネルラブ、こちらが、総合値84から85ということで5上がってますね。ただし90には乗らないという感じになります。一番伸びているのが決定力6上がっての91となっています。あとは3から4上がっていて、4上がっているのがオフェンスセンスと、ドリブル、ボールキープ、フライパス、それからプレースキック、スピード、フィジカル、ボディコン、スタミナ、ボールダッシュ、こちらが4上がってて、逆足がこちらは両方とも3で、後半は5となっています。どうなんでしょうか。ラインブレーカーの選手なので、スピード面、80は超えたんですけど、そこまで速くないですよね。で、足元はしっかりあるんですけど、パスは80に乗っていません。オフェンスセンスもここら辺90は超えてほしいですね、センターフォワードであれば。決定力は90今回超えています。あとはボディコンが89とね、高くなっているのと、あとキック力も83ですね。正直微妙な感じはします。プレースタイル、ラインブレーカー、身長は172ということで、そこまで高くないですね。ポジションは基本的にはセンターフォワードで使うのがいいんじゃないかなと思いますが、フォワードすべてと、あと中盤は OMF と、右サイドハーフも可能です。スキルの方は、ワンタッチシュート、チェーシング、こちらをね、有能なものはこのあたりかなと思います。スキル結構少なめなので、何かね、つけるといいんじゃないかなと思います。続いてがファギネル、こちらが総合値88から90ということで2上がっての90超えですね。こちらの選手一番伸びているのが、ディフェンスセンスが8じゃなくて5上がって86となっています。かなり伸びてますね。あとは、1、2上がっているという感じで、2上がっているものも結構多いですね。逆足が2、後半が7となっております。こちらの選手、瞬発とスタミナ、 FP になると90超えてきます。で、能力も結構、能力はいいんですよね。足元しっかり、パスまでね、80を超えてますし、あとスピード、瞬発、スピード90乗ってないんですけど、結構速い方かなと思います。あとボディコンも89ということで高いですし、スタミナも90ありますね。で、ディフェンスの能力もなかなか高いんじゃないかなと思います。サイドバックと考えると、なかなかかなと思いますね。はい、逆足は2ですが、後半が7ということでね、こちらの意味でもいいんじゃないかなとは思います。プレイスタイルは攻撃的サイドバックですが、身長が168ということでかなり小柄ですね。ポジションの方は、右サイドバックと右サイドハーフが、ポジトレはいらないという感じになります。もうすでにできますね。で、スキルの方は、スルーパスもね、意外や意外、サイドバックとして持っているという感じでいいんじゃないでしょうかね。あとはマンマーク、インターセプト、闘争心など、サイドバックに必要なものがねついているんじゃないかなとは思います。続いてもサイドバック、今度は左サイドバックのダニーロ・アベラル、こちらが総合値85から90ということで、5上がってますね。90に乗ってくると、
こちらの選手一番伸びているのがボディコンが5上がっての81ということになっています。あとは、3上がってますね、すべて3上がってます。まあこちらの選手ノーマルも FP も90を超える項目はないんですよね。まあ80後半は、FP になると、ちらほら見受けられます。こちらの選手は逆足の頻度が3、精度は2ですね、ただ後半が3ということで絶望的です。はい、こちらの選手は、ボールコントロールこちらは85ということで高くて、あとパスも、84なので、まあ、なかなか高いですよね。でサイドバックですけどヘディングは86、フィジカル85ということでなかなか高いですね。スタミナ、あとジャンプも88ということで高いですね。でディフェンスセンスも83ということですけど、まあ、ボールダッシュがやや、まあ、80に乗ってないのがちょっと気にはなりますかね。こちらの選手は攻撃的サイドバック、言えてたかな今、攻撃的サイドバックがプレースタイルで身長が185ということで、まあなかなか高いですねサイドバックにしては。ポジションは左サイドバックと左のミッドフィルダーが、濃い適性ですね。まあ一応中盤の底なども、ポジトレがあればね、濃くすることができます。スキルの方はヘッダーとインターセプト、こちらの2つしかないのでね、何かいいものつけるといいんじゃないかなと思います。はい、続いてが、ソルノサですね。こちらは、ノーマルが86に対して FP が91ということで5変わってきます。一番伸びているのが、ボールコントロール、こちらが、7上がっての91ということになっています。あとは、2から4上がっていて、4上がっているものも、いくつかありますね。フライパスとキック力と、あとフィジカルスタミナ、こちらが4上がってますね。こちらの選手は逆足が両方とも3で、コマンが4となっています。はい、ボールコントロール、あとはキック力、ボディコン、ここら辺が90超えますね。もともと FP の前、ノーマルでも、パスとカーブの方はここら辺は90を超えていたんですけど、さらにね、FP になって90を超える項目がいくつか出てきて、まあ中盤の選手なんですけど、決定力は80ということで、まあって感じですかね。スピードはまあやや速いとは言えないですけど、まあ遅すぎるということはないですね。両方とも80超えてて、あとスタミナも83ということで、まあ中盤なのでね、まあややここは低いですかね。あとドリブル、ボールキープ、こっちの方が、まあ85、83なので、まあやや中盤の前の方の選手と考えると低いかなとは思います。どうなんでしょうかね。プレイスタイル、プレイメーカー、身長166ということでかなり小柄ですね。ポジションは基本的に OMF とかがいいんじゃないかなと思います。スピードそこまでないですね。ですがまあ攻撃的ポジションいろいろねできます。スキルの方は無回転ドロップなどの、まあ、シュートスキルに加えてパススキルかなり豊富ですね。ワンタッチパスとか、かなりパスは強いんじゃないかなとは思います。まあパスの数値も高いですね。続いてクライソン、ノーマルが86で FP が91ということで5変わってきます。一番伸びているのがスピードが6上がっての94となっています。あとはまあ4から2上がっているものばかりですかね。逆足が2、後半が4となっています。残念ながらこちらも後半4ですね。こちらの選手は、まあ、ドリブル、ボールキープ、ここら辺は高いのでドリブルはしやすそうで、スピード、瞬発、ここもね95近くあるということで高くなっています。あとはボディコンと、あとスタミナも高いですね。でパスも80は超えているということで、まあ、サイドのウィングの選手なんですけど、決定力74はちょっともうちょっと欲しい感じはしますね。まあ、80は超えてほしいかなと個人的には思います。どうなんでしょうかね。プレイスタイル、ウィングストライカー、身長166ということで、こちらも小柄ですね。ポジションはやはりサイドでね、まあ生きるような能力なので、まあサイドで使われる方多いと思うんですけど、一応 OMF とか、あとポジトレで CMF とかも可能です。で、スキルの方は、まあフェイント系とか多いですね。まあただ、足裏とかピンポイントクロスとか、アウトスピンキック、有能なものも、ついています。ただ、スキルカンストしてるので、特になんかつけることはできません。はい、続いてペドリーニョ、ノーマルが87で FP が92ということで、こちらも5上がってきます。一番伸びているのがどこだ、オフェンスセンスが6上がっての84ですね。ボールコントロールも4上がっての、92となっていて、あとは3上がっています。こちらの選手は逆足の精度が2、後半が5となっています。はい、こちらの選手もドリブルしやすそうですね。まあ、サイドが若干、さっきのクライソンと違うんですけど、こちらもねドリブルはしやすそうで、パスとか、決定力も先ほどのクライソンよりは高いですし、オフェンスセンスもかなり高いですね。
はい、こちらは期待していいんじゃないかなと思いますが、まあ、スピードの部分だけ若干低いかなという感じはしますね。あとボディコンはこちらの方が高いですね。やはりドリブルはこちらの方がしやすいんじゃないかなとは思います。どうなんでしょう。プレースタイルがチャンスメーカーですね。身長が170、ポジションは、今のところ OMF と右ウィングが小池規制、まあ、ポジトレ使えばいろいろね、両ウィングとか両サイドとかいろいろできますが、どうなんでしょうね。スキルは足裏コントロールとかコンカーをね、持っていますが、まあ、枠いろいろ空いてるので、まあ、何かつけたいところではあるんじゃないかなと思います。はい、最後はハウフィーですね。こちらは、ノーマル82に対して FP は87ということで、残念ながら能力高いのかなと思ったんですけど90超えないんですね。5上がってますね。でも一番伸びているのがディフェンスセンス6上がっての93となっています。あとは43上がっているのでご覧のような感じです。逆足が2、コアンが6となっております。まあ、こちらの選手アンカーの選手なんですけど、スピードがやはり80欲しかったですね。ここ80に乗るのと乗らないのでは結構使う方使わない方でまあ分かれると思いますけど、80超えたら結構使う方多かったかもしれませんね。序盤だといいアンカーがいなければという感じですけど、はい、ディフェンスセンスとかボールダッシュ、アグレッシブネス、ここら辺90超えております。でフィジカルも90超えということになっています。まあ、スピードが若干低いのが一番気になる点ですかね。で足元もまあ80超えてない項目もありますけど、どうなんでしょう。正直80は超えて欲しかったなという感じはします。まあ、元々能力低いんですかね。まあ、仕方がないかなとは思いますが、どうなんでしょうか。 FP で、まあ、こちらの選手アンカーで身長が182、ポジションの方は DMF と CMF が、ポジトレいらずということで可能です。まあ、スキルの方は結構優秀ですね。マンマーク、インターセプト、闘争心、このあたりも持ってますので、優秀かなと思います。まあ、パススキルとかもあったらいいかなということで、何か追加してもいいかなと思います。はい、ということで、今回はコリンチャンスのクラブセレクションの総合値、能力値レベマの方を紹介しました。いかがだったでしょうか。そうですね、まあ当たりは正直、まあ今までのクラブセレクションと比べると少なめというかほぼいないという感じなんですけど、まあ能力は強いのがファギネル、サイドバックの選手ですね。こちらコアン7で、まあスキルとか能力とか結構いいものを持っているので、なかなかね強いかなとは思います。あとはまあウィングで育成もできるペドリーニョ、こちらもねなかなか強いかなとは思います。まあ、コアンも、同じウィングのクライソンよりは高い、まあ、1しか変わらないんですけど、まあ、高いですし、能力の方もまあレベマにすれば、まあ、ギリ使えるんじゃないかなということで、まあ、育成はめんどくさいかったり大変だったりするんですけど、なかなかレベマにすれば強いんじゃないかなとは思う能力は知ってますね。まあ、ただまあサラーとか、まあ、同じポジション右ウィングなのでサラーだったりとかメッシとか、まあ、ここら辺が今後出てくるとことかを考えるとちょっとここは厳しいかもしれませんね。序盤には使えると思います。はい、あとは正直、微妙ですね。まあ、カッシオが、まあ、キーパーいない、 FP でキーパーいい人いなければぐらいな感じですので、まあ、そこまで、いないかなと思います。はい、ということで、次回はサンパウロのクラブセレクションのね方を、比較やっていきたいと思います。あっちの方が正直悲惨なんですけどね。はい、こちらのチャンネルではこういった FP 関連の動画、 FP の比較とか FP の予想などもやっておりますし、最新情報とかメンテゴ配信などもやっております。気になる方はぜひチャンネル登録とそして高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。